こんにちは、キキです。今日はハロウィンです。そのままドライになってずっと飾れるハロウィンのお花をご紹介します。ハロウィンって夏の終わり頃から飾り始めて10月末までずっと飾りますよね。生花だとどうしても 1,2 週間で枯れてしまうので長く飾ることができないんですけれども、今日はそのまま置いといてもドライフラワーになっちゃう花材でずっと飾れるアレンジメントをご紹介します。それでは花材紹介です。パンパスグラス、ユーカリです。ちょっとね、すでにもうカサカサして乾燥してますね。はい。で、ソラナム、これ花ナスなんていう呼ばれたりもします。それでは早速飾っていきましょう。今日のポイントは2つあります。1つ目はお花の構成をしっかり作るということですね。どういうことかというと、生け花って2点構成か3点構成なんですよね。で、今日は2点構成で生けていくんですけれども、まず主役と脇役のお花を決めます。で、その2つのお花を基準にその他のお花を生けていくと、まあ、全体的にまとまりがあります、ね。はい。で、2つ目がこのパンパスグラスをうまく使う方法ですね。この2つを今日はポイントとしてお話ししていきたいと思います。はい、それではお花を生けていきたいと思います。まず、器なんですけれども、まあ、どんな器でも大丈夫です。これはですね、まあ、どこの家にも、まあ、こんなお皿はあると思うんですけど、まあ、こんなお皿を使っていきたいと思います。あと、まあ、こういう100均とかでも売ってると思うんですけど、まあ、かぼちゃの、まあ、器とかでもいいかなと思います。で、今日はこっちのごくごく普通のお皿をで生けていきたいと思います。そしてあと使うのがこの剣山ですね。剣山一つあるとまた別の時にもお花を飾るのに使えるので、ぜひ用意してください。で、これをですね、器の中に入れます。で、今日はもうドライになっちゃってそのままいい花材なので、お水は入れずにこのまま入れていきます。はい。一つ目のポイント、お花の構成をしっかり作るっていうことですね。主役と脇役を決めます。主役はもうこのパンパスグラスでいけていきたいと思います。で、脇役なんですけれども、ヒペリカムを脇役にしたいと思います。生け花用語だと、まあ、これがこのメインになるお花が主枝で、こっちの脇役2番目のお花が副枝なんて呼んだりをします。で、このまず器とのバランスも大事なんですけれども、この器の深さとこの直径を足したものの2倍以内ぐらいにするとちょうどいい長さになりますね。で、この深さがだいたい直径の2分の1なので、だいたい3倍ぐらい取ればちょうどいいかな。はい、3倍。そしてこの器で隠れる部分も勘案するとだいたいこの辺ですかね。この辺でチョキンと切ります。はい。で、パンパスグラス、ちょっとコツがいって、まあ、こんな感じで、ふわふわーっとこう、いけると、すごく綺麗なんですよね。なので、うまい具合にこう、剥いてください。はい。これちょっと揺らすと、ふわふわーっと自然な感じになります。はい。パンパスグラス、こんな風に、こう、ちょっと茎がついてると思うので、この茎をですね、こう、直近と切って、これですね。で、ここに刺してください。はい。そうすると、まあ、こんな感じで、で、そのまま、剣山に刺すことができます。よっ。で、剣山の刺し位置なんですけど、このメインとなるお花は、この、剣山の端っこの方に刺してください。で、一直線上に生けていきますよ。
どうですか？なんかふわふわっとして綺麗ですよね。で、それでは2番目のお花を決めます。2番目のお花はこのヒペリカムを入れたいと思いますが、はい、これ2つのうちこっちの方が花付きがいいですね。これにしましょう。はい、これをだいたいこの一番メインのお花の3分の1ぐらいの長さに切ってください。はい、切ります。はい、で、剣山でいうところの一番手前のところにこのお花を刺します。はい、刺します。最初は上の方からこう刺して45度に傾斜をさせます。で、少しこう横に行ったりしても大丈夫ですよ。はい、ヒペリカもこういう風にするとこう下向いてるの分かりますか？上に向いてるようにいけてください。ここから見るとこんな風に見えてます。はい、生け花全体をまとまりよく生けるためにはいくつかポイントがあります。種子のだいたい2分の1の長さを左右にとってその間に収まるように生けてください。で、もう1本のヒペリカムはちょっと高めに入れていきますね。残ったバンパスグラスもさらに入れていきます。短くてもいいかな。短くしたいと思った時は、あの種子を作った時のやり方と同じ方法で、茎足してもいいですし、こんな風に向いてもっと短くしても大丈夫です。はい、ちょっと全体のバランス考えて結構短くしちゃいます。はい、こんな感じでしょうか。はい、残ったパンパスグラスこう後で足してちょっとこう足してもいいですよ。で、ユーカリ、ちょっとこの辺でパシッと切っちゃいますね。はい、2つになりました。これをうまく刺さらないので斜めに切って、よいしょ、剣山に刺していきたいと思います。で、ちょっと何かハロウィンっぽいものを入れたいと思います。これガーランドなんですけど、これダイソーで買ってきたガーランドですね。これをですね、ちょっと工作に使います。何色にしようかな。黄色のこのかぼちゃくんをちょっとこの辺に入れたいと思いますですね。かぼちゃをこう枝を使ってもいいし、竹ひごをこう使ってもいいんですけど、こんな感じでちょっと止めてピックを作りたいと思います。はい、これを木工用ボンドですね、これで、はい、ちょっとこのかぼちゃくんにくっつけて、はい、止めたいと思います。よっ、はい、というわけで出来上がりました。そのままドライになってずっと飾れるハロウィンのお花です。今日のポイントはお花の構成をしっかり作るということと、パンパスグラスをうまく使うことでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。すでに生け花を習っている人もそうでない人にも生け花の良さを伝えていければと思ってこのチャンネルを作っています。応援する気持ちでいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは花とともに心豊かなひとときを。またお会いしましょう。